どうも、高早楽器技術トライアルの高早です。今日はですね、配線材より大切な配線の話というのを、していきたいと思います。それはですね、綺麗にハンダ付けを行うことです。なので、ハンダ付けが汚いとですね、信頼性にももちろん欠けますし、あとまあ音も良くならないですし、ノイズも乗ったりしますので、配線材のポテンシャルを生かすためには配線をきれいにしないといけないんですけど、それのですね、さらに前段階で、まあケーブルをちゃんときれいに剥くっていうことも大事なので、どういう剥き方してるのかっていうのと、あとですね、その、ハンダ付けする前の予備ハンダっていうのをね、紹介していきたいと思いますので、やっていきましょう。で、まあ、いろいろこう、ケーブルいろいろあってですね。まあ、トライアルとか、まあ、自分が、ギターとかアンプのリペアをするときも、まあ、適材適所でケーブルを使うようにしています。なので、まあ、ヴィンテージのこの、ワイヤーがいいとか、まあ、そういうのも、まあ、いいとは思うんですけど、配線一つ一つ、やっぱ、まあ、個性があったりとか、あとどういう場所に使うと、ポテンシャルを発揮するかっていうその目的とかが違う、かったりするので、まあ、そういうのを、理解しながら使うっていうのが大事かなと思います。で、まあ、ここに配線ありますけど、まあ、これをこうハンダ付けする前に剥かないといけないんですが、まあ、これを構内してこうやって剥くとこんなんですね。はい。で、まあ、ワイヤーストリッパーとか、このカッターとか使う時もあるんですけど、まあニッパーだけでやった方が早いんで、まあそういうようにすることが多いですかね。よいしょ。はい。こんな感じ。はい。こうやってまあ剥いていくと。よいしょ。で、まあ、剥いた後は、こう、このままだと、こう、ばらけちゃうんで、よいしょ。まあ、こう、ねじってあげると、後のハンダもしやすいですね。もうちょっと近くでやりましょうか。ちょっとカメラ見ながらなんで、ちょっと難しいですね。よ。はい。ピントが合ってるかな？まあ、しゃあないな、合ってなくても。こうやってこうと、でこれを、ねじるときもなんかギュ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 ねじると、あ、なんかこれはまだ綺麗ですけど、配線が太くなっちゃうんで、まあ基板とかに入れるときはね、シャープな方がいいんで、ちょっとこう短くなってきた、難しいですね。シャープな方がいいんで、まあ剥いて、でこう細くねじって、ピント合ってくれ、細くねじってあげるといいかなと思います。はい。で、コツとしてはですね、まあこう、ここに傷を入れるんですけど、まあ90度こう回転させて、こっちをとりあえず、こっちに一回傷入れて、90度回して、傷入れて、で剥くっていうやり方が早いかなと思いますね。まあ、配線材によって違うんですけど、まあ、たまにはこうちょっと傷入れながらこう回していって剥くっていうことをする場合もあるんですけど、で間違ってはいけないのがですね、まあ、こうやってこっちでこう、こっちで引っ張っちゃダメなんですよ。で、なんでこっちで引っ張っちゃダメかというと、このこっちでビーって引っ張ると、ここのこっち側のこの皮膜が伸びちゃうんですね。こっちにちょっとビュって。で、まあこれ今見た目はまあわからないですけど、こっちにちょっと伸びてるので、この後予備ハンダっていうハンダを行った時にですね、熱でこの皮膜がこっちにこうビュって戻っちゃうんですね。で戻っちゃうと、ちょっとここにハンダがちゃんと染み込みにくくなったりとかするんで、コツとしてはこうやってケーブル側を引っ張るっていう感じですかね。こっち側を引っ張る。でケーブル側を引っ張るのもちょっとこう安定が悪くて難しいんで、どうしてもこうなっちゃうんで、この
こう当てて、ここの指とこのニッパーをこう当てるようにして引っ張るといいですよね。でこっちのケーブルが短いと持ちにくいんで、こっちのケーブルはある程度長さがあった方がいいですね。こう、こう向くと。はい。で、まあ、別に推奨はしないですけど、よいしょ。まあ、もう、割とね、こう、早く作業やりたいタイプなんで、こう、2個一気に向いてみたりとか、これね、まあ、でも結局ね、こんなんやってても、ミスするとね、後から一本やり直さないといけないんで、余計時間かかったりするんですけど、お、よいしょ、でこう3本向いたりとか、これ、ね、調子よかったら4本ぐらいいけるんですけどね、よいしょ、よ、よいしょ、揃えて、もうこのね。よし、ああ調子良かったですね。はい、こうなったりしますね。はい、まあ、こうやってまああの綺麗に準備をするっていうのがすごい大切ですね。はい。でまああのちょっとした小技ですけど、まあある程度の長さの配線何個か欲しいなっていう時はこうやって巻いて。巻いて、まあ、ここなんでいいか。で、こうやると、なんかいっぱい配線がね、こう4本取れたりしますね。まあ、こんなんもありつつ、とりあえず配線向き編でした。残骸がいっぱいになっちゃいましたが、次は予備ハンダっていうのをやりたいと思います。